二つ目のキーワードこちらです。じゃん、みんなの気持ちを分かっているのか。子供の頃からもうずっとこうクラス委員やっちゃうような、そうですね、責任感の強い子でした。学級委員、小学校1年生から、うん、学級委員長をやって、うん、児童会長をやって、はい、児童会長をやって中学校では生徒会の職員になり、うん、生徒会長をやってって、はい、ずっとそう、やっぱ真面目で、うん、ある意味優等生のような、うん、責任感が強くて、うん、っていう感じだったんですよね。みんなのために汗かきますみたいな。なんかどうやったら良くなるんだろうみたいなことを考えて、まあ、先生のこともちゃんと本当みんなが守れるようにとか、みんなに含めて良くするにはどうしたらいいんだろうって、まあ、やってたんですけど、常に中学校までね、そんなことを考える子だったんですけれども、はいはい、ふとちょっとこう立ち止まって思うこともあった、うん、小学校高学年とかになってきて、うん、真面目から脱却したいなと思って、真面目から脱却したかった。そう、真面目って本当はみんなのことを気持ち分かってないんじゃないかなって。お、本当僕はその、そうですね、みんなの気持ちを僕は分かっているんだろうか。一般平民の平民じゃない、そういうつもりはないですけど、はい、普通のクラスメートの立場は分かっているんだろうか本当にと、そう気になって、ね、ただ先生の言うことをやる、うん、押し付けるってことはしたくなかったんですけど、はい、そうは思っていてもやっぱりなんかそういうことをしているんじゃないかなって不思議に思って、はい、まあ、でも中学校からその生徒会ではちょっと手法を変えてはみたんですけど、うん、でもやっぱり何かそこが抜けなくって、うん、本当に僕がその生徒会長としてやれてるのは、うん、みんなクラスの生徒、学校中の人がみんながやれたいと思ってることなんだろうか、うん、それで本当にそこの場がハッピーになってるのかなって、うん、僕はみんなが喜んでくれるようにその場のみんながハッピーになってくれるのが僕の喜びなのに、まあそうですね、僕こんなに頑張ってることは果たして本当にみんなの気持ちを汲んでできてることなのかどうか、押し付けになってないかな、押し付けになってないかなっていうこと中学の時にも思ったらしいんですよ。それは悩んでて葛藤していて、悩んでたんだって、なんかできないかなと思ってて、でもう高校からバッサリそういうのやめたんですよ、うん、生徒会とか、みんなからまた生徒会やんないのとか言われました。そうです、先生とかから、うん、生徒会立候補しないのかって、こうずっとやってたんでしょって、うん、でも僕は違う、やりたく、それはもっと今ちょっと違う立場から、はい、その学校を見てなんかもっと一生徒の視点でなんか考えたいんですと、なんかそれ楽しく、まずはその自分ももっと楽しんで、なんか、はい、もっとみんなとこう話して、なんか本当に必要なことをやりたいんですって思って、真面目だよね基本、そうです、基本的にはやっぱ真面目なんですよね、そう考えちゃうっていうのが、うん、いやでもちゃんとそういう一般のクラスメートの目線というのも経験してみたい。そうですね、僕はだから高校では生徒会はやりませんっていうことで、ね、そうです、高校では何やってたんですか。僕はテニス部を、公式テニスをやっていて、あ、はい、で、まあ、でも部活でもそういうなんかこう 会計みたいなことをやってたんですけどやってるでもこうみんなでこうワイワイ楽しんで、ちょっとやんちゃな子もいたりとか、もっと僕より真面目な子もいたりとか、そういう中でだったらみんな楽しくなるような場になるかなとかって思って、文化祭に出し物をみんなで出したりとか、まあクラスでもすごくこう学級委員とかではないけれども、クラスの文集を作ったりとか、クラスのそういうイベントとかをやったりっていうのが楽しくて、そういうことをやってました。すごくご本人的にはですね、子供時代のことをものすごく鮮明に、あの時自分はこうだった、この時自分はこうだったっていうふうに振り返ってね、おっしゃってるんですけれども、はい、やっぱりなんか年々に、はい、子供の頃からもうおじいちゃんおばあちゃんも一緒に暮らしてたし、だからすごくこう家族が大事とか、はい、自分の周りの人たちをすごく大切にする自分に対しての葛藤があったんだそうでね。そうですね、はい、うん、なんか自分で決めること、優柔不断なところがあって、なかなか決められない、まあ、違いますかね、うん、そうでもないと思うんだけどね、自分としてはそういうふうに思ってて、うん、なんか家族とか周りの人のことをなんとなく第一義に考えて、うん、それが良くなるような、うん、決定をしてしまうことがあって、ちょっと自分の本当にやりたいこととかなんかずれてることもあったんですけど、でもなんかはい、それをやることで自分のなんか自己承認ではないですけど、うんうん、自分はそこでなんか生きてるんだなって感じがしてたんですよね、うんうん、親の反対を押し切って自分の意思を突き通すとか親と喧嘩してこう対立したり自分の意思をこうとにかくもうやり遂げるとかって、はい、あまりそうやんなかった。当時はそうじゃなくて、まあ、自分でちょっとこう面白いなと思ったことは、はい、なんか演習率を覚えてみようとかそう、ね、高校受験の時にですね、受験勉強しなきゃいけなかったのになんか真逆なことやっちゃったり、ついなんかいろいろこれ面白いんじゃないかって思ったら好奇心が強くて、ついやっちゃうんですよね、うん、高校受験の前に、はい、卒業までに演習率1000桁覚えようって思ってなんでそんなこと思ったの、なんだか演習率面白いと思って700桁ぐらいまで覚えたりとか、けん玉楽しいとかってけん玉やったりとかおい中野大丈夫か先生とか友達から、いや今いやそう、うん、一応勉強もやってて、一応ちゃんと合格はしたんですけど、あ素晴らしい、うん、まあそういうとこもありながら、
まあでもなんか好奇心が強いのね。それはありますね。今も変わらない。いいじゃないですか。でも私ね、やっぱり思うのは自分の周り、近くの人とか家族とか、はい、自分の周りの人が幸せにできなくて、うん、そのもっと大きい社会とか国とかを幸せになんかできないとい そうですね、思う方なので、はい、あの精神衛生上は正しいと思う。あ、そうですか。うん、うん、いいと思いますよ。あの本人的にはなんか自分で自分のことをこう自分のことを決めるっていうのが僕苦手かもっていうのがちょっとコンプレックスで学生時代は来たらしいんですけれども、はい、今はじゃんじゃんね決めていけるようにそうですね。最近すごくここ最近特にこの3ヶ月ぐらい本当去年の12月28日が一つのなんかカチッと何かがなんか面白いんですけど、やる気スイッチ入りました。やる気スイッチがなんか一致しましたよ。あ、そうなんですね、うん、不思議ですよね。この3ヶ月はすごいことが起こってます、自分の。なんかね、さっきから話してても背中に炎が見えましてメラ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 と炎を背負ったまま踊りの気にいらっしゃいますけどね。そんなわけで、あの学生時代はみんなの気持ちを分かっているのかと思いながらの大人になっていった、まあ、中野くんでございます、はい、さあ、じゃあの大学ではね、さっき あのうどんコミュニケーションの他にもいろんなことがありました、ではそのあたりを3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目のキーワードこちらです。じゃん。